サミュエル・アイザック・ダイソンは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。フリーエージェント。愛称は赤髪であるがゆえに、スペイン語で赤を意味するロホ。2006年の MLB ドラフト19巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、サウスカロライナ大学へ進学した。2009年の MLB ドラフト10巡目で、 オークランドアスレチックスから指名されたが契約には至らなかった。トロントブルージェイズ時代2010年の MLB ドラフト40名でトロントブルージェイズから指名され8月16日に契約。この年は右肩の関節唇を手術したため登板することはなかった。2011年はトミー・ジョン手術を行いシーズンを全休した。2012年は A 級ダニーデンブルージェイズでプロデビュー。A 級ダニーデンでは6試合に登板し、5月に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格。7月5日にブルージェイズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの7回表西から登板し、0.1回を無安打無失点に抑えた。 2度目の登板となった7月17日のニューヨークヤンキース戦では3点ビハインドの7回裏から登板。先頭打者から4連続安打を打たれ子球を挟み、6人目のアレックス・ロドリゲスは2塁ごろで1死を取ったが合計3失点を喫し途中降板した。7月19日に A 級ニューハンプシャーへ降格。結局この年は2試合の登板にとどまり、 防御率40.50だった。2013年1月22日にディーフとなった。2013年1月30日にウェーバー工事を経てマイアミ・マーリンズへ移籍した。2月20日にマーリンズと1年契約に合意。3月11日に A 級ジャクソンビル・サンズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。8月にトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズへ昇格。 トリプル A 級ニューオーリンズでは5試合に先発登板して1勝3敗、防御率2.61、16奪三振を記録した。8月29日にメジャーへ昇格した。この年メジャーでは5試合に登板して0勝2敗、防御率9.00、5奪三振を記録した。2014年3月17日にトリプル A 級ニューオーリンズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 4月29日にマイアミのバーでチームメイトのクリス・ハッチャーと喧嘩し、顎の骨を折る怪我を負った。6月15日にメジャーへ昇格すると、17日のシカゴカブス戦では1点ビハインドの7回表1、死から登板し0.2回を無失点に抑え、直後の7回裏にマーリンズが逆転したためメジャー初勝利を挙げた。試合後にネイサン・ヨバルディが 父親3級リストから復帰したため、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。6月28日にリリーフとして、フル回転していた AJ ラモスの休養のため、メジャーへ最初を浮した。この年は31試合に登板して3勝1敗、防御率2.14という安定感のある成績を記録した。2015年は、リリーフ陣の中心格の一人として44試合に、 投げ、防御率3.68をマークした。2015年7月31日に、トマス・テリス、コディー・ギートのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍した。移籍後は31試合に登板して、防御率1.15、ホイップ0.89を記録。シーズン通算では75試合で5勝4敗、防御率2.63、ホイップ1.14だった。 テキサスレンジャーズ時代2016年5月15日に起きたブルージェイズ戦での乱闘で暴力行為を行ったとして17日に MLB から罰金処分が課せられた。本業の野球の方ではショーン・トールソンの不審に伴いシーズン途中から抑えに抜擢されてリーグ2位となる73試合に登板。3勝2敗。 リーグ3位の38セーブ、防御率2.43、ホイップ1.22という成績を残し、大活躍した。2017年開幕前の2月9日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは、開幕から、 途中の故障者リスト入りを挟んで17試合に登板したが、4度のセーブ機会全てに失敗するなど1勝6敗、防御率10.50とゼフ不調に陥り、6月2日にリーフとなった。2017年6月6日に後日発表選手とのトレードで金銭と共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。6月11日のミネソタツインズ戦で9回表に、 遺跡後初登板したが、守備の乱れもあり1アウトも取れず悲安打に、吉91、失点3で降板した。6月28日に故障者リスト入りした、マーク・マランソンに代わるクローザーとして指名され、7月1日のピッツバーグパイレーツ戦で遺跡後初セーブを挙げる。7.8月には19試合に登板して12セーブ、防御率1.29を記録して調子を取り戻したが、9月に、 入ると失点する試合が増え、11試合に登板して、防御率9.31と精裁を欠いた。マランソンの復帰後もシーズン終了までクローザーを務め、最終的に14セーブを挙げたが、移籍後の成績は、防御率4.03、ホイップ1.242と安定感に乏しかった。2チーム合算では55試合登板で4勝10敗14、セーブ、防御率6.09であった。 2019年7月31日に、ジェイリン、デイビス、プレランダーベロア、ーヤスシートのトレードで、ツインズへ移籍した。オフの10月31日にフリーエージェントとなった。最速球速99.8マイルパワー、平均95マイルパワーの2種類の速球を、中心に、決め球である平均89マイルパワーの、チェンジアップ、その他に、 平均8 3アワーのスラーブ、平均8 8アワーのスライダーなどを使用する。ギガバイトパーセントがメジャー通算66%と高く、シンカーなどでゴロを打たせて取るピッチングスタイル。ありがとうございます。